皆さん、こんにちは。ただめに、税理士会計科目に関するガイダンス講義を開始いたします。えー、担当は、レックの富田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。はい。えー、ではですね、えー、本日はあ、税理士必須に科目同時合格というタイトルでね、えー、まあ、早いもんですけども、すでに、えー、今年度お、今年度というかあ、来年度向けの試験のね、 簿記、えー、論・財表同時合格を目指す、えー、母材横断のクラスですね、えー、こちらの方のクラスがあ2021年向け、まあ、いよいよ開講というところになりましたんで、まあ、その簿断クラスの特性などを、ね、お時間15分程度頂戴いたしまして、えー、こちらの講座を担当させていただきます私富田の方でですね、えー、そのポイントなどを少し皆さん方にお話をさせていただこうというところになります。 でまずですね、まあ、今も少しご案内をさせていただいたんですが今日の主目的というのが題材が、まあ、こちらあーやっとパンフもできてきたんですけどねちょっと画面映させていただきましょうかはいこちら2021年合格目標の税理士母罪横断クラスに関するご案内というところになるんですね。 まあ、19年度、20年度ということで、えー、こちら、あ過去2年間あになりますけどね、えー、収録講義の方もですね私、富田の方で担当させていただいているというところもございまして21年度に関しても私の方でですね「えー、母材織田のクラス」まあ、収録ということで担当させていただくというところになりました。 でまあでもこの母罪横断のクラス自体は収録担当僕で何人目なのかな4人目か5人目だと思うんですけどまあ結構なあ数の講師がですね、えー、こちらの講座あ代々、えー、展開してきておるんですが、まあ、この母材横断というクラスはですねまあ講座名からもお分かりになると思うんですけどいわゆる税理試験におけるう会計科目簿記論という科目と財務諸表論という科目ね でこの2つの科目を同時に学習していただくことによって、まあ、一発合格2科目同時合格を目指していただくということをコンセプトに私どもレックあ最近はね他校さんでも類似のコース設定されているところもございますがもともとこの母材横断という簿、ね、記論材標を同時に合格することを目標に一つの授業でね、えー、勉強を進めていきましょうというこのクラスは。 私どもオレックの方のオリジナルとなります。で、まあそれなりの長い、えー、実施経験もありますんで、まあ二十一年度もですね、効率よく合格者をいただいて、えー、会計科目のね同時合格を。 まあ狙っていただくということをコンセプトに講座の展開させていただこうというところになるんだけどねまあ皆さん方このガイダンスをですねお聞きいただいている方々まあ当然のことながらあ税理士試験というものをね一つ考慮対象選択肢に挙げていただいている方々がまあ参考とされるという前提でねお話を聞いていただいているんだと思うんですけどもまあ皆さん方もさまざまな形で情報収集がねおやりになっていると思うんですが まあ調べれば調べるほどお明らかになるにつれてちょっと考えちゃうところかもしれないけど税理試験いうのはね免許を始めていただいてからいわゆる官方合格っていうんですけど税理士となる資格を有するものねもう税理士資格、ね、取りますよって言った時にこれ5科目の 科目合格を積み重ねていかなきゃいけないっていうところはあるんでひ、まあ、一言で言ってしまうと税理試験の最大の特徴っていうのはその科目別の合格ができるっていうねある意味勉強は毎年毎年、えー、集中してね特定の科目に集中することができる、ね、まあ労力を分散させることがないっていう特性はあるんですが逆に言うとね それがいたしかゆしでちょっとあの5科目そろうまでにね学習期間が長くなっちゃうっていうのは一つ特性があるわけです。で多くの場合税理資格っていうものをねご選択にあげていただく方々ってね、やっぱ社会人さんが多いのでまあそうなってくるとねえ勉強を始めて10年だ15年だいうような長いスパンで勉強をやるっていうのもちょっと嫌だなとお早く早くね当然結果出したいというところになってくるはずですからまあそういったね お忙ししい方々を想定して、まあ、より効率的に、えー、合格を勝ち取っていただこうということをもともとのコンセプトとして、えー、作り上げたのがこの母材オーダーのクラスなんですね。というのもまあ一口に会計科目っていってもね「簿記論」という科目と「財務諸評論」という科目はもう根本的に性格の違う部分があってね「簿記論」というのは純粋な計算能力を問う科目ですから。 まあ日照物件定の3級とか2級とかまあ1級でもいいんですけどもおああいったですねえ日照物件定の問題どういったことあるよっていう方々多いと思うんですがあの日照物件定の問題なんかを税理士レベルにパワーアップしてねえなおかつ量をボーーンと増やしたようななイメージにだからあのもう本当にイメージ的にはね日照物件定の問題が税理士レベルに引き上がってるんだと思えばいい。 そういうい意味では多分馴染みががあります、ね、それが論で純粋に会計に関する計算能力を問うっていうのがコンセプトになっているのは募金論なんだけど財務諸評論っていうのはねまああのー、一応会計科目ですからまあ計算手続きも当然要求されるんですが財務諸評論はね根本的なスタンスとしては会計に関する計算能力深い深い計算能力を認定するために試験をやろうとしているのかっていったらそうじゃないんですよ。 財務諸評論っていうのはその名のごとくこれね会社法をはじめとする各種法令の規制に基づいて損益計算書貸借対,対象っていうのは作らなきゃいけないんですがその法規法令に合致した形の PLBS を作る能力を身につけてるかどうかこれを問いましょうっていうのは財務諸評論のコンセプトです。ですからちょっと分かりやすく分かりやすく申し上げると一般的にはですね 計算能力という部分での難易度は簿記論の難易度に比べると財表の難易度財務諸表論の難易度ってうんと下がりますこれ年によっては、まあ、本当にごく稀んですけど逆転に近いような状況が生まれる場合もある、まあ、例えば2019年の試験に関して言うとちょっと逆転に近かったかもしれませんね、どっちかっちょっと財表の方が難しかったかなっていうぐらいの話だったりする時もあるんですけどこれはでもただ本当にレアケースです ほとんどの場合簿記論の計算難易度を仮に10とした場合ね僕の感覚的な部分でいうと材表の難易度って4から E とこ5ですねまあまあ半分程度それぐらいしか計算能力の難易度の高さっていうのはないんですよ材表ってだから変に複雑だったり変に応用度の高い計算内容ってあんまり出ませんだからわりかしイージーに解けるでイージーに計算は終わるんだけど計算が終わった後に具体的にね 今言った通り財務省論っていうのはその会社法をはじめとする各種法令に従って損益計算書、貸借対象を作成する能力があるかどうかを認定しようという話したから要は表示の仕方ですねその表示の仕方をを事細かく問われてくるっていうのは財務省評論の特性になってくるんです。そうなってくるとですね まああの当然のことながらメインになってくるのが回答用紙の書き方の話なのか回答用紙作るまでの計算能力の部分なのかっていう違いがあるんだけどもですかどっちに重きを置くかっていう違いはあったにしたってまあ逆に言えばねああくくまでででもも問わわれてるるるのはは会計計に関すす算とといいううことはもう間違いないわけですでそこの部分に着目して講座設定させていただいているのがこの母材横断でまあパンフレットなんかをね まあ、ぜひお取り寄せいただいてご一読いただけるとありがたいんですけど、えー、このパンフレット1ページ側に少し入れさせていただいているイメージこれなんですまさにここに着目して私どもは母財オーダーのクラスっていうのを作ったすなわち何がいいたいかとね簿記論でご学習いただく勉強内容すなわち簿記会計に関する深い深い計算能力を身につけることだよねこの簿記論で計算して勉強をやっていただく内容と財務諸評論で計算やっていただく内容ねっ 特に財務諸評論のまあ計算の部分ですね計算の部分に関して勉強していただく内容に関して言うとこれほぼダブります <laughs> これねちょっとあんまりリンクさせすぎても見にくいから、ね、デザイン的にちょっとこれぐらいのかぶりになってるんだけどこれだとね僕の視覚的な感覚で言うとちょっと少ないもっとかぶりますもっとかぶる計算の部分に関して言うとね に簿記論のすか領域と記論の領域って,ほぼ被ってますよでかぶってない部分も特性としてありますがかぶってない部分って何っていうとこれはもう皆さんご承知の方もいらっしゃると思うんだけど財務諸評論っていうのは100点満点の試験のうちのね50点がその計算会社法などに基づく損益計算書対策対象を作ってくださいっていう計算なんだけど、まあ、残,りの10残りの50点は理論なのね。すなわち 会計理論の論の述が入るんですよ、まあ、例えば原価償却計算有形固定資産に関する原価償却計算を行う目的って何ですかとか引き当て金を設定する効果って何ですかとかそういうお題に対してこれこれこういうことですよっていうのを書いていかないといけない、まあ、その論述っていうのは50%入ってくるんでまあまるまる簿記論とかぶるってことはないんですよ簿記論は論述がないですから基本的にね。でそこの部分で違いはあるんだけど計算の部分に関して言うともうこれ完全に領域がかぶってる。 で完全に領域被った上でねさっきのイメージの話なんですけど簿記論の試験で要求される計算能力よりも財評の試験で要求される計算能力の方のが通常であれば圧倒的に低い。ということは端的な話です計算能力という部分に関してはより難易度の高い簿記論をメインに勉強をやっていただいて最後に財務諸表の表示の要領をそこに載せれば。 12分に財務諸評論も簿記論も計算部分についてはカバーできるだろうと、ね、そう考えてそこから講座の枠組みから始めてね設計をやってみたのがこの母財織田のクラスで、まあ、幸いにしてというかこれね、えー、歴代の、まあ、皆さんにとっての先輩方ですが毎年毎年母財同時合格という方々多く出ていただいてます。えー、成果をそれなりに出すことができてる、まあ、結局ね えー、今言った通り計算能力はより難易度の高い簿記論を前提にとにかく身につけていただくという形で勉強してもらってますからモザイオーダーの受験生さんの大きな大きな強みってやっぱり計算能力なんですよだから一般論で言うとやっぱり財務諸表論を受けるためだけに 財表単独の勉強のクラスもありますから財務諸評論単独の計算勉強をやっておられる方々に比べると母ののの方々の方圧倒的に計算でで得点条件が良くなりますで細かい話はね別のガイダンスとかあ,あとは1回目の授業なんかでもお話してるんで、まあ、1回目体験入学もできますからぜひそこら辺でご確認いただきたいんだけど今の財務諸評論の試験っていうのはね計算逃げ切り型の受講生が有利なんです。 というのもね理論の論述がありますよって話をししたでいうの,論の,論のは最近やっぱりねあの試験医の学者の先生方がご自分の研究領域なんかをメインに据えてあの問題を色濃く出すようになってきてるんで、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、当然うちでもね試験医対策なんかやるわけですがちょっとね会計理論の論述対策っていうのは50点満点全部取りきれるような対策を取ろうっていうのは今現在ほぼ不可能です。 あんまりにも範囲が広すぎてだって会計学っていうのは社会科学系の中でも伝統分野ですからいろんな項目を独自の視点でさまざまな学者の先生方が研究なさってるわけですからそうなってくるとね相当程度一つの項目に対してもね多岐にわたる視点での分析と論文を書かれたりっていうのもあるわけですよ。そうなってくるとね 全ての著名と言われる学者さんの傾向を全部1年間で勉強しきれるかっつったらそうすると計算で得点取って、えー、ごめんなさい理論の部分に勝負をかけてとにかく理論で逃げましょうなんていうのはもはや今の財務諸評論の試験には通用しません財務諸評論は計算逃げ切り方が圧倒的に有利だしここ10年に関して言えば間違いなく僕の受講生さんみんなそうですけども計算強い人が受かります 逆に言うと理論だ理論だって言ってる人はねほぼ言えますけどあの計算がそこそこできる人はいいんですよ。計算がそこそこできる人が理論を終点的にやりたいいうのは僕大いにいいと思うんだけど大体理論メインでいくって言ってる人は計算ができないんですね。計算が苦手なんですよだから計算が苦手だから理論メインでいくとかって言い始めるんだけどそういう人ねちょっと今の試験報われないです。で理論をメインでいくよって言っていいのはそうだな。 まあ財務諸評論計算50点ありますけど50点のうちの少なくとも30点以上取れる人でしょうね、まあ、正直30ってかなりサービスで僕言ってますけどお少なくとも30点以上取れる人だったらまあまず言っていいですただ30点割ってる人は理論に勝負をかけるとかってそういう次元じゃないあーもうとてもじゃないけど計算できる人たちに置いてかれますよだって去年の僕の受講生さんもそうだし一昨年の受講生さんもそうですけど財表の計算ってねいい 母同時にやってられる方は特にそうですけど去年の受講生さん一番良かった方は自己採点ベースですけど48点50点のうちね、えー、でその前の年もそれぐらいですねで財務諸評論の計算って今言った通り簿記論よりもやっぱり難易度が低いからできちゃうんですよより難易度の高い簿記論の前提に勉強やってられる方ってだから計算でしっかり点数取ってる方ねっ、まあ、例えばだけどそのね去年なんかの自己採点で最高ベース47とかでしょねえ 47とね、えー、計算ができなくて理論勝負かけるんだっていうだい大体30って割ってますからもうその段階で計算だけで 18, 18点空いてるでしょで当たり前の話なんだけど簿記の計算ができる人ってどうしてこういう計算をしなきゃいけないのかってことは自分の中でつじ立てて説明ができてるんですよ。すなわち理屈が分かってんですね理屈が分かんない人は絶対計算できないですからね簿記って独学暗記のように思ってる人いますけど違いますよ。 解き門を覚えるなんてナンセンスですからあ暗記でどうこうなる次元ではありませんそれはね難易度が低いよって言った財表でも当然同じ税理試験ですからそんなね、えー、仕訳の形を覚えるとかそういうのじゃさすがに端にも棒にも引っかかないと思いますうんでね計算でちゃんと点数取れる人ってのは個々の論点に関する理解も進んでるんです理解ができなきゃ計算できないからそうするとそういう人はね理論もある程度解けるんですもともと。 そうなっちゃうと計算でしっかり点数取れる人と計算できなくて理論にかけるとかって言ってる人はもう計算の段階で1 7差3あるんだからひっくり返せないですだから負けるんです。でそうなっちゃうと結局勝てなくなっちゃうって話だから今の試験ってのは材料もそうだしまあ募金論なんかもともと計算しかないからそうだけど計算能力重視で勉強をやっていって人が圧倒的に有利なんです。でこの傾向は変わらないです変わらないです。 だから模剤横断というのはね今も言った通り相当数計算の部分に関しては内容が被るから、ね、だったらより難易度の高い常に墓紀論を想定に計算のお話をしながら財表で最終的に回答しどう書くかっていう話を対応させていけば十分ねっ墓論財表の計算領域については一つの授業で対応できるだろうという判断があってこのクラスを動かしたあとは理論の対策は理論の対策でやっていけばそれでいいだけの話なんでね まあ当然ボザウダのクラスの中ではそれを合わせてやってきますんでまあどうしてもね社会人さん特に社会人さんそうだと思うんだけどまあ忙しい仕事の合いワンを縫ってねえ勉強していただくわけですからねえ勉強専念みたいな人たちに比較して勉強時間はいっぱい取れるわけではないわけです。だからより効率的に合格するためということを主眼に据えながら講義転換をやってって。 まあ、極力負担を少ない形でね勉強をやっていただこうということを前提に講座設定させていただいているのがこの母材横断でございますから、まあ、そういう意味ではね模擬論ん代表を同時に受けて2科目合格を目指すという意味では効率的なカリキュラムになっているというのは自負していますただただ間違えていただきたくないんであえて申し上げます、えー、僕も適当なことばっかり言ってですね騙されたって言われるのは嫌なんであのー、これだけは最後に申し上げますけど母材横断のクラスは 論在票という2科目をね同時合格していただくための講義設定になっていますで効率性を考えて勉強をやっていただきますから簿記論は簿記論在票は在票1科目ずつ勉強される方に比べれば絶対的に学習負担は少ないです少ないですただあくまでも2科目勉強するそして2科目を同時に受けるっていうことになってるんでイメージでいうと 材表それぞれ授業を受けて勉強すれば2科目分の勉強ですがこれがね模細横断になると1.3とか1.4ぐらいねに負担が減るんだこういうイメージでいてください。何が痛い,いかっていうと1科目簿記論だけを勉強するとか材表だけを勉強することも比べれば当たり前だけど負担は多いです。当たり前でですそれは1科目分の勉強で 2科目受けることはでできないですよだって今言った通り例えば財務諸評論は理論があるしねその理論論述をしなきゃいけないでしょじゃあ財表だけ勉強すれば簿記論受けられますか受けられないですレベルが違うんで計算のだそうなってしまうと簿記、まあ、論財表それぞれ1科目ずつ勉強すると当然2科目になっちゃうけどもただそれよりは母材横断を受けていただければ学習負担は1.3とか1.4ぐらいでとどめることはできるねっ 2科目やるよりは負担は少ないですけどもただ1科目よりはより多く勉強しなきゃいけないこれは間違いないだからそういった点もご考慮いただいて科目選択というのはしていただきたい講座選択というのはしていただきたいと僕は思いますいいことばっかり言うつもりはないあー全くもって1科目分の勉強で2科目受かるなんていうことはそれは不可能ですだからそれ以上の負担はやはりしていただかなきゃいけないそれは事実です でそれはあ間違いのない話なんで、まあ、そういったところもね皆さん方勘案していただいて講座選択というものはねしていただけるとありがたいと思います。でもう時間なんでねくるぐるにとどめさせていただきたいとは思うんですが最後にね今僕の漠然とした話だけでなかなか判断しづらいところもあると思うんで、まあ、今後ね、えー、各本校レッグの校舎の方でガイダンス講義なんかも実施させていただきますし、まあ、その際には僕をはじめ、えー、各講座の担当が。 いいてお話しさせたただく時がありますから、まあ、そういった機会ねもしよろしければ積極的にご活用頂い,いて、えー、ぜひご相談いただければというふうに思うし僕ら講師が直接ご対応できなくても各本校やあとコールセンター等ですね、えー、税理士試験に精通したスタッフがあご相談に応じさせていただくことは可能になっておりますんで、まあ、そういうシステムもありますからねぜひ気になるところはどん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 ご質問いただいて。 えー、疑問点解消していただいてねよしこれで行ってみようと納得してね勉強を始めていただければというふうに思いますはいということでねまあ,あ短い時間とは言ったってもう20分話しちゃいましたけどね、えー、ではございましたが、まあ、とりあえず今日のガイダンスはここまでとさせていただきますまあ是非ね体験入学等もご活用いただけるようになってますんで、えー、前向きにご考慮いただいてね できればああ僕の講座の方でねお会いできる日をお楽しみにしております。あ、はい、以上で今日の講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。